小坪漁港はもちろんシラスも有名なんですけども、実はねタコが有名なんですよ。たまたま私の同級生のご主人がいてタコをたくさん取ってきてたんで、それを食べやすいように作ってくれました。これも技なんですね。うわあ、目玉取った。目玉じゃない。目玉じゃないよこれ。内臓卵巣らしいんだけど。噛まれることはない。うわ。あるある。ある。よく噛まれる。よく噛まれる。それはなんだ。お腹。うわあ、すこれでお腹が出たから、うんうん、この後このぬるぬるをぬめり取るの。塩もみ。塩もみね、うん、はい、塩もみしなきゃ。だってそうだよね、よく洗濯機で洗うっていいじゃない。うん、そうね。かなりの塩投入。タコっていろんなものに吸い付いてるから、うん、この吸盤とかを洗うのも含めて。なるほど、その吸盤にいろんなものがついて、うん、ぬるぬるもなんだけど、うんうん、それと同時にこの吸盤についてるぬめりも、その汚れも、うんうんうん、取るのが。すごいタコだね、でもそれ。足が一本欠けてるけど。あ、本当、うん、それでも生きてるんだね。タコはもう半分以上食われちゃってるんですよ。足なんか、あの自分で切り捨てて逃げるからね。ああそう。うん。ウツボとかに食われちゃうんだけど。うんうんうん。食われてるから、その一本一本二本足捨ててでも逃げる。だんだん取れてきた。うん。うわあ、本当だね、綺麗な。わかります。あ、本当だ。本当だ。すごい。お。まだ吸い付くでしょ。吸い付く吸い付く。すごい。ここ美味しいんだよね。でも刺身食べてここだけ外して、うん、どこだ。吸盤だけ外してさ、うんうん、茹でて軽く茹でてたの。はい。うん、中の芯は薄切りにして食べる。あー、いいねー、ちょっと、はい、はい、ありがとうございます。完了。これは加山さんの船で、加山さんの船が燃えちゃった半年前の写真だそうです。布施さんです。布施さん、なんで漁師さんになったの？え、釣りの人が旅行会社にいて、すごい転身だね。旅行会社も春とか秋とか忙しくて、うん、全然釣り行く暇がなくなっちゃった。嫌になっちゃった。なんで俺がこんな、何のために仕事してるのかなと思って、うん、もう何年になりますか？もう30年近く。はあ、もうそんなになるんだ。じゃあ我が人生に悔いないね。いやある、大失敗だ。なんで、本当大失敗。また目玉が出てきた。それ茹でればいいんでしょ、うん、何分ぐらい茹でる？5分ぐらい茹でて、うん、5分ぐらい。わあ、まだほら生きてる、すごい、うん、生きてる。5分ぐらい蒸らしておきます。お酒と、うん、お酢を、うん、ほんのちょっと入れるとなんか色が綺麗だな、うん、あ、そう、茹でるときに、うん、いただきます。うん、ありがとうございます。何から何までお世話になりました、布施さん。